こんにちは、大ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。はい、こちらのね、ボトルはね、撮影2回目で撮り直ししてます。っていうのは、最初撮ったのがね、あまりにもちょっと、個人的に嫌でお蔵入りにしたんですよね。で、ベルトの、音声動画はね、先に出したと思うんだけど、それは、このね、160灯の照明をカメラに取り付けて正面から撮ったんだけどね、すごい揺れるんですよ。こうやってベルトぐるぐる回すときにちょうど足元も揺れるから、あの三脚自体が揺れて、上が重たいからこうすごいね、上下にぶれたんですよね。だからあの、はははははって笑ってるときが、すごいね、小刻みに動いてたりしてましたんで、ちょっとね、照明を変えてやろうかなっていうので撮り直してます。でね、今回ね、ちょっとね、Amazon でポチったこれ。開けよう。まあ、カードリーダーはね、転送早くなればいいかなと思って USB3.0 のやつにしました。で、照明なんだけど、あんまりでかいと今度はね、カメラが重たくなるからすごい揺れるんだよね。ってなわけでね、すごい小型。これ使ってやろう。で、前回撮った時も、フルボトルをね、カメラの前に、こうやってやったらすごい暗いんだよね。だからちょっと、照明をね、つけたいと思うんだけど、は、炭酸電池2個。ちょっと入れてみよう。じゃないこれ。おおお、すげえ。いいんじゃないこれ。あ、いいかもね。そこそこ軽いので、カメラに取り付けてね、ちょっとやりたいと思います。そう、前のカメラはね、正面に、なんだろう、LED ライトがついてて、それでね、前方を照らしてたから、今ね、本当にこっち側、こっち側と真上からの3本で、照明使ってるんだけど、この右はないんだよね、今。この正面、この明かりがね、今すげえ欲しいんですよ。もう本当ね、自己満の世界なんだけど。暗いよりは明るい方がっていうので、今取り付けて、オン。わお!いいね。あんま明るすぎるとこんなね、ちょっと色飛んじゃうから、こんなもんでいいのかな。うん、結構明るい。さっきと違うんじゃない?あ、いいね、いいね。はい。てなわけでね、これでいきます。はい。てなわけで、今回はラビットエボルボトルと、ドラゴンエボルボトルのセットとなります。はい。ドラゴンはね、すでに出てきたんですけど、こっちは何だろう。フェーズ3とかなのかな?ちょっとよくわかんないんですけどもね、今後が楽しみ。はい。で、変身音声が、まあ、エボリューションのドラゴンドラゴン、ラビットラビット。うん。この2つです。はい。中身はこちらになります。ドラゴン。はい。首の長いドラゴン。で、ここにね、ちっちゃい相手があって可愛い。動きはこんなもんですね。で、ラビット。まあ、悪い顔してますよね。ちっちゃい。これ、ギミックなんですけど、このピンを押すことによって、こんな感じ。連動して動きます。で、認識ピンなんだけど、ラビットが、はい。ラビットのね、フルボトルと同じ。で、ドラゴンエボルは、このドラゴンと、認識ピンの形状が同じということで、別にね、この二つでも、音は、一緒です。バットエンジンのフルボトルで、バットとエンジン。もうね、新キャラ出てますよね。誰が変身するんだろう、マットローグ。この頭の上にね、コウモリがいますけども。はい、変身音が、ビルドドライバーだと、暗黒の軌道を。そして、エボルドライバーだとバッドエンジン。まんまですね。はい。ってなわけで、こちらがゲムツ。まずバッドなんですけれども、こちらのね、バッドと認識ピンの形状が同じ。で、エンジンなんだけど、ギアとね、同じです。はい。同じ番号で42番です。ってなわけでね、ビルドドライバーの方で行ってみましょうか。うん、ドラゴンになりますね。ドラゴンとベストマッチだからね、ロック行きましょう。ロック、ベストマッチ。Are you ready? ラビットの相棒。タンク。
はい、ではね、ライダーエボルボトル。仮面ライダー。Are you ready? まあ、そうなりますよね。続いて、バットエンジンいきましょう。まずはバット。はい、続いてエボルドライバー。エボルドライバー。そのままね、バットエンジンいきます。コウモリ発動機エボルマッチ。 Are you ready? バットエンジン。エボルの方だとね、変身音寂しいかなっていう気もします。でも読み上げ音声はね違うんですよね、このベルト。で、この音声の違いに関してはね、先に動画出してますのでね、気になる方はぜひどうぞ。で、ラビット行きましょうか。ラビット。そしてライダーエボルボトル。そして必殺。はい、そしてフェーズ2のドラゴン。はい、以上のね、音声となります。このね、上下のこの動きがね、すごい可愛いですよね。で、今回はラビットとドラゴン、そしてバットとエンジンの4本のフルボトルでしたけれども、で、このマットローグなんですけど、つけてるベルトがね、エボルドライバーなんですよね。そう、劇中でもこのエボルドライバーは、世界に一つしかない貴重なものって言ってたんだけど、どういう経緯でね、この元の変身する人が入手するのか、ちょっとね、見守りたいところ。はい、そんなわけでね、ちょっと前半ね、関係のないところだったんですけれども、今回の動画はね、以上となります。ご視聴ありがとうございました。